いいですね。エピソードになる人生。あ、今電車とか。あ、じゃあ面白かった？言ってきますね。横入りはしません。そう、切れた話がね。切れた話と恥ずかしかった話と夏の思い出と滑らない話っていう4種類からちょっとトークしたんですけど天才ですよね。ちょっとだけだ。どうでしたか、横入りの話しようか。あーちゃん大活躍。そうそうそう、うちの予想外加減が良かった。あーそっちみたいなね。え、みんな面白い。クモの話人気ですね。クモもほんまに最近の話でもう嫌ですね。でいつも虫出たら喧嘩してるんですよ。私たちどっちが大事するかっていう。私嫌だからあーちゃんやってって言ってもあーちゃんも嫌やから嫌やって、もうそれは本気の嫌やから嫌やって言って、結局嫌やってしまうことだけのことになるんですけど、あれは一番おもろかった私の中でも。雲漢字で書いてて面白かった。嘘。字綺麗でしたね。ももはやエピソードトークずれてる。ありがとうございます。字汚いのがちょっとコンプレックスで生きてました。オクラが送られてきてよ。めっちゃ無意識で言ったはず。おばあちゃんがオクラを送ってきてくれましたね。ありがとうございました。ゆずちゃんのさ、そう、紫キャベツ大好き。おもろいよな。次、だってさ、今回終わってで、なんか次の優勝者が集まった戦いがするってあったじゃないですか。だから多分2回3回あるってことじゃないですか。次誰が出るんか楽しみ。私はもうね、今日のこの日が今月の中で一番嫌でした。はい、もう一回出たいな。いいです。もう絶対無理でしょ。今日見てて無理って思ったでしょ。なんかたこ焼きの匂いすんなと思ったら敗者復活戦はいいや、いいですいいです。でもすごいですね、一回負けてまた勝ち上がってそのチャンピオンに勝ったらね、成長したってことやから、それもいいね。まあでもさ、ほら NMB はみんなトークうまくならないとダメだから。招待状みたいなのが送られてきた時にね、あの時公演前やって、でその撮影するスタッフさんがいて、でその私のマネージャーさんに「ちょっとこのスタッフさんから話あるみたいなんで、ちょっとメイク終わったら後で来てもらっていいですか？」って言われて「あ、分かりました」って言って、もうリップとかも塗って行こうって思って、あのリップ撮ってる時があの初めの私の映像なんですよ。リップ塗ってから行こうと思ったのにって思って「え、今！」って言ってて、
渡された時にそのエピソードトークグランプリって書いてて、もう絶対こういう系の戦いやろうなと思ったから、でもなんか出るか出ないかあなた次第みたいな感じで書いたから、これ拒否権あるんやと思って、拒否権あるんですかって聞いたらないですって即答されましたということで、そう、それの今やったんですよ。ちかぽよさんも元気そうで何よりでした。ちかぽよさんでも最近すごい忙しそう、もうお水買ってくださいってたかれなくなりましたね。なんか劇場の妖精さんやったけど、ちゃんとマネージャーさんでした。やばい、めっちゃお腹鳴りそう。なんかもうこれ終わってもう一気に緊張ほぐれた。なんかお話し会が今日午前中あったんですけど、これをでも気が切れなかったです。こんだけいろいろあったらマネージャーさんは大変だよね。そうですね、なんか劇場公演がね、いろんな企画が最近行われてるのでね、公演だけじゃないっていうのがなんか NMB らしいなって思いません？緊張は、するよね。確かに。こんな企画 NMB しかやらないよね。そうですよね。トークを上達させようみたいなね。でもちゃんとトロフィーもあって。で、何？目録？目録って何やろ？目録と次の招待券みたいなのがありました。NMB っていつも楽しいって、嬉しいですね。みんなあの手紙の元ネタのドキュメンタル知ってんのかな？私も知らないです。元ネタ？見ててアイドルだってってことを少し忘れてた。これよ、これ。これから始まりました、すべては。本当に。金子剛？金子さんの下の名前が読めなくてそこだけ読まなかったんですけど、ね。あー、これよ、これ。エピソードトークグランプリ招待状ってね、残暑も日ごとに和らぎ、初秋の季節となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうかって。そうそう、あ、そうや、あなたの名と思いご案内申し上げます。とっておきのエピソードをご用意の上お集まりいただけませんでしょうか。お集まりくださいじゃなくてお集まりいただけませんでしょうかって書いたから、あ、じゃあこれはなかったら集まらなくていいんですかみたいな感じで聞いたら、いやダメですって言われましたね。金子誰？たけし？つよしか、金子つよしさん、なんか鋼みたいな字です。金子支配人でさ、金子さんが招待したはずやのに金子さんが一番大きい仕事してましたね。金子さんも大変や。金子さんも忙しそうですね。ナンバトルの時にはね、なんかめっちゃカツラとかねいじられたり。忙しそう。金子さん呼んだ、呼んだ、呼んだら参加しよう。はい、いいっていいってやめてよ。読んでない、全部読んでないから。そういうこと。もういいです、もう私はダメって分かったでしょ絶対。聞いて、そのさ、エピソードグランプリでさ、このショールーム用の机が使われたから私今手持ちでやってるんですよね。風
帰ってこえへんかな、机これで挟みたいんですけど。手つかえてきた、諦めないで。マヤさんがいる。なんかね、アルバムとかね、探ってったらあるんかな。なんかそのゆずちゃんなんですけど、今回このエピソードグランプリのためにね、その招待状が来てから、その何日も、何日もじゃないけど、うわ、なんかもう周りもさ、ほら強敵やからさ、うわエピソードに喋ろうってすっごい悩んだわけで、なんかこれのためにやっぱアンケート書いてくださいって送られてきて、夏の思い出エピソードね、こう書いてとか、恥ずかしかった話エピソード書いてみたいなを書かれてあって、で私もうほんまどんぐらいやろ、もう1週間ぐらいずっと悩んでたんですよ、どうしようどうしようって。でアンケート書いてくださいって言われてからもう1日2日経っちゃって、で、まあ、ゆずちゃんが出るからさ、ゆずちゃんほんまもうずっと悩んでんねんけど、どうしたらいい、もう書いたって言ったら、え書いたらゆずって言って、え早っって言って、すごいなって言ったら、うん、ゆず20分しか悩んでないわって言ってゆずちゃん20分しか考えてなかったみたいで、ほんでそう、なんかまあようよう聞くとね、私エピソード風にアンケート答えてたんですけど、ゆずちゃんは一文で言っていいんかな、これ、あの夏の思い出本郷ゆずはんって書いて、でまあ私はもう5秒ぐらいタラ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 って書くんですね。でさ、ゆずちゃんは運動会で毎回借り物競争に選ばれていました、丸だけみたいなほんまこれじゃあかんみたいなになって、でマネージャーさんから昨日連絡来て、もう急いで真剣に考えててそう、でもそんな中であんなおもろいネタいっぱい出てきてすごいです、言ってよかったかなゆずちゃん小学生の日記みたい、言ってあげてください、ゆずちゃん、そうそうそう、考えすぎたら一周回って分からんくなるね、何がおもろいのか、うん誰や、百音はさんま御殿出れるいじってる、ほんまにこれで出れたらもう地球ひっくり返りますよ。めっちゃお腹なりそう、やばい、おお、そうやっぱさ、もっと友達とかメンバーとかともうちゃんとエピソードトークしななって思ったもん、もう15分だったわ、ほんまに私も普段からこんな思んなかったんやって今日思い知ったもんな、友達よう笑って聞いてくれてたなって思ったしね、どうしようこれでお話し会誰も来やんくなったらねえ、若子おもろかったよな、でもそうですね、皆さんもさ声も出せへんしな、え審査難かったですか、なんか意外と即決やった、あどっちもおもろいなみたいな感じ、なんか私が、自分が決めるのはどっちかなってもうずっと悩んでたもん、いやむずいや、やっぱり
ね、みんなおもろいから。そうなんや。だって今回、まあ、まださ、もうコロナとかもあってさ、お客さんもね、全員入ってないけど。もし満席になったらまたね、結果が変わってくるかもしれないからね。確かに配信見てくださってる方はそっか、見るだけやからな、楽か。で、初めましてって。そう、大爆笑してた。いやもうさ、あの始まる前からさ、なんか空気的に、あ、やばい、もうシーンってしてるなとか思ってて、で絶対トップバッター嫌やったのに、まさかのね、 A 対 B が1回戦目やったんですけど、 A 引かんかったらいいやろうと思って先に A 出て、よっしゃ大丈夫やと思ったら私 B 引いて、B も1回戦目やったんやって思って、もうそこでちょっとゴーンってなったね。あーちゃんお願い事ね、あーちゃん出てこい。あーちゃん、いや、あーちゃんのそのそっか、エピソードを喋るのが無理か。あーちゃんがね、喋るというよりもあーちゃんの行動を喋る方が無理。人気ですね。テストね、まーちゃんテストよくやってるんですけどね。なんかあーちゃん自信、テスト終わった後にね、あーちゃん国語は自信ないけど算数自信あるわって言って、なんでなんって言ったら、全部埋めたからって言ってた。全部埋まってるから100点とかないからって思って。なんかそういうとこがまだね、子供子供してる。いやでも偉いよあーちゃん。私はテストとかね、点数悪かったらめっちゃ隠してたもん。100点取らの怒られるって思ったから、ちゃんと点数悪いのもお母さんに見せてて偉いって思う。あと自分の名前をめっちゃなかなか書けてなかったですね、小学校入ってからも。あの教科書の裏に自分の名前って書くじゃないですか。で、もう思いっきり間違えてた、あーちゃん。あーちゃん間違えてんだよこれって、もうマジックペンで一発焼けでいっちゃうからさ、間違えてんだよって言ったら、もう分かってるからってめっちゃ怒られた。修正テープで消して書き直して貼りましたね。あーちゃん漢字は苦手みたいです。理系かな。いや楽しかった。今日なんか自分が話すよりも人のを聞いてる方が楽しかった。ね、またあーちゃんネタ集めときますね。ではランキング発表します。13位おぎおぎ、12位トリおじさん、11位スオーターさん、10位ゆめのちゃん、9位ゆうさん、8位まゆかちゃん、7位ももきさん、6位ずーちゃん、5位こてつさん、4位まえろさん、3位にゃりん、2位ふじさん、そして1位はうかうかしてる黄色おかちゃん。ありがとうございました。ふー、終わった一日ということで、皆さん明日は月曜日、
お仕事頑張ってください。またねー、バイバイ。